ちょっと今日はね、まあ私の人生じゃなく、まあ私もね、まあなんやかんや言うても、まあ20年弱か、トラックは乗っとったわけや。まあいわゆるベテランドライバーいうやっちゃな。だからね、ちょっと、まあまあトラック業界についてちょっと話しましょうか。まあそれはやっぱりね、私一番詳しいんでね。まあ運転手っちゅうのはまあね、いわゆる、まあまあ結構危険な仕事ですわ。まあほんでまあね、昔、言うたらまあまあうちの親ぐらいの世代かな。まあ親のぐらいの世代とはちょっと言い過ぎかな。まあ今も65ぐらいの人、もうちょっと年金もうて、もうてきたぐ、もらえるぐらいの人かな。の世代やと、いや、ちゃうか。ちゃうな。まあ、うちの親父ぐらいの世代かな。まあ、言うたらもう、いわゆる70とかね。もうちょっと行ってはる人かな。そんな人らの時代やと、まあまあね、2、3年頑張りゃ、まあまあ、蔵が立つと言われとったらしいわ。まあ、ほんで、あれやな、まあ僕がトラック乗り出した頃は、まあちょうどバブルが弾けた、まなしぐらいかな。まあそれでもね、まだ給料は下がった言うても、まあまあ知れてますわ。まあそれでもね、やっぱり20歳そこそこのボンが50万近く儲とったわけやから。まあまあそんな悪いことはなかったんやろうけどね。もうそれからやもう10年経って、どや、もうそれまで10年経つ間に何回ね、給料の見直しがあったかなと。まあほんで今なんか言うたらどや、もう、トラックの運転手をする給料じゃないね。もう言わしてもらえれば、まあもうトラックの運転が好きとか、まあトラックが好きな人やったらね、まあええんかもしれへんけど、なんかもうわざわざね、例えばわしみたいにね、学歴はない、スキルもない、まあけどまあね、そこそこまあまあ簡単にかな、まあまあそれなりのお給料もらえると。まあ一般的なね、まあ行員さんをやるよりは。って思うとったんですけどね、ほんとね、最近ね、あれないよね、もう下手したら行員さんで派遣で行っとっても、3交代とかしてたら、まあそっちの方が上なんちゃうかなと。そんな感じになっていとるからね。で、おまけに、ちょっとね、最近、まあ、今ちょっとね、安になりましたけど、やっぱり燃料代がね、上がっとるいうのもあったし、それで、あれやな、おまけにあれや、まあ、トラックの運転手が結局お金が欲しくて走るわけやのに、やっぱりまあ、事故が多いとかね、そういうのはいろいろ、まあ、国の方が規制が入って、稼ぎたいけど、走れないと。仕事があっても走れないと。そうなってきおるから、まあ結局はまあね、おまけに、まあ仕事の職場、仕事環境いう、労働環境いうのか。労働環境がそないに昔に比べてそんなにね、劇的に改善されてるか言ったら、それはまあ確かにね、その1日8時間、まあ1日8時間というか、なんていうの、昔みたいにもう何回もずっとね、四六時中走り回るとか、そういうのはやっぱりその国の規制によって、なくなってはきとるから、そんなにも、お給料がそこそこでいいという人にとってはまあいいかもしれないんですけどね。何かね、だからもう、結局、あれでしょ、お給料が欲しくてトラックに乗るんやいう人に、っていう思ってる人にしては、あれかな。ちょっとあんまメリットはないかなと。思うね。
それはあの工場でね、あのまあまあそれは三交代や言うても、まあ一日まあ8時間少々働くだけでトラックと運転手と同じ給料もらえるんやったら、まあそっちの方が、まあ向き不向きはありますが、ええんちゃうかなと思ったりもするんですわ。で、まあ実際私もトラック乗っとってあの流れ作業もやってましたからね。まあでもそれは最初はもう運転手しとったから、流れ作業なんかもう絶対無理や思ってましたけど。まあ人間やればできるもんで。まあ他にもまたね、トラック業界に関して何か質問とか、こんな仕事あんやけど、こんなんどうなんやろとか、ね、あのトラックの運転手になりたい人に関しては、何らかのアドバイスはできるかなと思っておりますので。まあ、あの、今はね、あの運転手業界、まあトラックのドライバー業界言うんかな、運送業界か。まあ、あの、人手不足で、どことも結構ね、あの、ドライバーさん欲しがってはりますんで。まあ、興味のある方はいっぺん乗ってみはるのがええんちゃうかなと。経験から思うと、そう思います。意外とね、あの、ハマるんですよね。気楽なんで。だからあれですよ、あの、私も知ってる、だから大学出てね、トラック乗ってある人もやりました、周りに。しかもそれ元なんかの銀行行ってはったとかね。まあ銀行員でもいろいろあるんやろうけど。銀行員やっとったんやけども、やっぱり気楽なんやろね、運転手のがね。ほんでまあ今もやってはりますわ、私が辞めた後も。そんな人もおられます。だからね、まあ別にあの、まあええわ。あの、とりあえずまああの、気楽な仕事なんやわ。まあ、それだけ分かっていただければいいかなと。まあまあそんなところで、まあなんかまた質問あったら、まあコメント欄に書いてくれたら、やったい。もう一つね、ニコニコ動画も使い方よう分からんけど、まあまあ返信できるんかな、できひんのかな。まあええわ。ほなまた皆の衆よろしく。さようなら。